はい、ではアドレス V100 の今度はプラグ交換をやってみたいと思います。プラグ交換をするには、右側ですね、右辺のこのカバーを外さないとできないです。必要なのはプラスドライバーですね。それとプラグレンチで、タイヤを交換するときに使う22と24のメガネレンチですね。はい、これの、22側ですね。22というのはこのリアホイールを外すときに使うやつですね。でこういう感じで、こういう組み合わせで外します。まずこのサイドカバー外しますね。サイドカバーこことですね、もう一つ後ろ、ここにビスが隠れています。で後ろのこの部分をちょっと軽く手前にします。そしてこう外れる感じですね。はい、では続いてプラグ、スパークプラグを使っています。こう手を突っ込むとですね、分かるかな、と見えづらいと思いますけど、ここにプラグキャップがあります。これを手で抜きます。はい、で奥へ押し込みます。はい、でソケットレンチですね、さっきのこういう組み合わせで使いますので、まずソケットだけを差し込みます。これが微妙、もう手だけの感覚を頼りに、でメガネレンチをその後ろに合わせてセットします。左回転なんで上から下へ下ろす感じですね。右右舷ですから、はい、これを回していきます。手で回るまでメガネレンチを利用して外していきます。分かるかな、あと硬いな、いつもいつも大変なんです。まだまだね。小刻みにこう回転していきます。はい、ダメですね。ダメだな。焦らず時間をかけて回します。取れました。よいしょ。焼け具合ですね。焼け具合。見えるかな。焼け具合ですね。狐色。ベストセッティングですね。うん、で、今回ですね、倉庫を探していたら、ちなみに既存がですね、BPR7HS ですね。倉庫を探してみたら、イリジウムプラグを発見しました。これが BPR7HIX 互換性ですね。はい、口径と首下長さ同じですね。同じです。はい、 BPR7HIX ですね。これちょっと使ってみます。はい、ではセットする際にプラグだけ持ってヘッドに手締めしていきます。斜めに入ると大変なので手でセットします。
これで少しは燃費アップするでしょうか。で、手締まらないところまで行ったら次ソケット入れます。で、ソケットでまた回るところまで回します。はい、で最後メガネレンチですね。今度は右回転締め込みなので下から上ですね。下から上締めていきます。はい、結構すぐ切ってくるな。できれば4分の1回転はかけていきましょう。だから2回分かな。はい、4分の1回転しっかりかかりました。では端に受けているスパークプラグの、カバーを戻します。これもしっかり奥まで入れないと冷却効果が下がるので、しっかり奥まで差し込みます。走行中外れると故障にと勘違えて大変な嫌な思いしますので、奥までやって終わりです。はい、こんな感じです。既存ですね。ちょっと白いかな。